プロ野球セリーグ順位表。首位広島、貯金簿。広島が一番優勝には近いやろな。今のところ A クラスは巨人阪神広島か。また勝ちどころで広島負けてるやん。広島はオリックスに打撃を崩されたカロースコア勝負やな。広島は次負けたらこのままズルズル落ちそう。新井監督の有能采配で首位にいる説。広島戦力的にはそうでもないのかな。広島カチカチだった守備で失策が増えてきてるね。広島はシーズン戦い切れるものを維持するのやっぱ大変やな。広島も守り捨てたら変な負け方してる。厚みを守れるのが大前提だわ。広島おっさん2人が一番守備うまいんだよな。広島はセカンドとセンターがおさんなのによく守れてるよな。明日先発は玉村 VS 大津。明日の先発の防御率10倍差かよ。大津打てなさそうだな。明日はリリーフたくさん使うのか。いい巨人ゲーム差 0.5。 交流戦やっぱ巨人強いな。巨人は阪神抜いたんか。巨人優勝勝ちでありそうでくさ。巨人もソフトバンク戦消化してんのやばいな。巨人は交流戦強いんやったわ。セリーグで勝ち越してるの巨人くらいやし、交流戦終わったら独走してそう。巨人守備硬すぎるわ。巨人は投敵投手力と剣道鉄壁守備陣のチームや。巨人最近少し打てるようになってきた。ヘルナンデスで最後のピース埋まった。巨人はバントしようがしまいが岡本が仕事すりゃ勝てるんだよ。岡本が4番の仕事してりゃ普通に今頃首位だな。明日はまたギブインスワタナで。明日先発のタキカマはここは打たれても仕方ないかも。明日西武は渡辺か2軍で秋広とか中山がボコってたはず。3位阪神ゲーム差 0.5。 阪神の負け方きつそう。阪神あの展開で勝てないのはちょっとな。ヤクもやばい負け方やったけど阪神追い上げてきたな。ツーアウトランナーなしから押し出しはさすがにね。阪神貯金独占してなかったか。阪神は貯金全土吐き出すまであると思うで。ほんまに最後までどこが優勝するのかわからん年になりそう。阪神は去年同様に完全に逆噴射してるな。阪神の斧を食らってから散々やな。阪神の監督の斧をされてから壊れちゃってない。阪神5連敗かさとを落としてから負けが止まらん。阪神は近本以外を稼げてる野手いないんだから負けるの仕方なくね。明日先発はビーズリー VS 田中。明日の田中はオープン戦で絶不調の阪神打線に打たれて負け投手になってたな。明日の投手にプロ初勝利献上しちゃうのが阪神。明日ビーズリー完封頼むわ。4位横浜ゲーム差3。なんで横浜勝ってるんや。横浜8回に甘安で逆転されるも相手がチパを打ち崩し逆転勝ち。いつもならそのまま負ける展開なのに。横浜の展開でよかったな。オースティンで追いつけたのがな。横浜も10回はギャンブルだったぞ。こないだまでいなかったような選手らで勝ったからな。筒子、海老名、梶原、森ウィックか。東のヒゲライは勝たないとな。横浜、横浜は先発 XFIP はリーグ2なんや。つまりリリーフは圧倒的に終わっとる。横浜は勝ちパを答えろって質問しても誰も森原以外マジで答えられない。ハマスタマジでおかしいで。ハマスタじゃない。横浜は名古屋でも広島でもホームラン打つからな。どっちに転んでもおかしくない試合ばっかりや。明日先発は中川 VS 加藤。明日は左の加藤。大和は今シーズン対左364。ショートは大和で牧は万全の状態じゃないなら DH かな。佐野ももう見切られそう。タイムリミットは残り2試合。5位中日ゲーム差 0.5。 中日マジで勝てないな。中日の負け方もありとやばめ。中日もひっそりさよなら負けしてるのか。中日は王あんなに高いのになんでなんや。王の割にだいぶ負けてる中日はなんなんやろな。毎年のことだけど中日打線は OPS の割には点取れんよな。中日みたいに日替わりスタメンもよしあしやで。繋がった打線すら放棄するからな。中継ぎは硬いからもっと勝ててもおかしくないのに。なんなら中日 A クラス説あれやろ。中日は4位になると思う。 A クラスに届きそう。出たっつ続投や。明日先発はメヒア VS アズマ。明日のアズマは直近不調で負けが続いてるからチャンスやで。アズマとかたとえ絶不調だったとしても打てなそう。明日何が問題かというと加藤にスタメンマスクの可能性があること。6位ヤクルトゲーム差3。ヤクルトさすがに辛そうやな。ヤクルト逆転さよなら負け。ヤクルト実はようやってたやろ。最後の1球までは。ヤクルト1点差負けだか1点差からの負けだかで記録作れそう。今年のヤクルトはあと1歩で逆転負けとか、あと1歩届かずがマジで多い。惜しい負けはたまたま負けたんやと錯覚するんよな。
ヤクルトは明らかに12球団一投手がひどいのにさらに余裕ぶって出し惜しみしてるんや。ヤクルトは村上が仕事しないし負けるのも必然やな。ヤクルトは村上のチームやしな。明日はヤフーレ VS 祭り。明日はエースヤフーレだし勝つやろ。明日の楽天の投手の防御率5点台って見たら絶対負けられないんだけど。明日うちらだけナイトゲームかヤフーレに頑張ってもらうしかないな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。